むちゃんこ可愛いんですよ。ほら見てください。はい、どうもジェケマルです。ということで皆さん、今回はですね、こちら脱獄ごっこで遊んでいきたいと思います。ということで見てください、皆さん、こちらですね、ビートキャッツのエマちゃんを購入しました。イエーイ。ということでめちゃくちゃね、イエイイエイ踊っておりますが、むちゃくちゃ可愛いですね。今回はこのエマちゃんで遊んでいきたいと思います。ということで、はい、ビートキャッツはですね、全部で5匹いるのですが、まあ俺が好きなのはね、ピンク色のミヤちゃんと、このね、緑色のね、エマちゃんですね。リボンが4つついておりますが、はい、むちゃんこ可愛いんですよ。ほら見てください、むちゃくちゃ可愛いね。やっぱビートキャッツいいですね。ということで、はい、頑張っていきたいと思います。まあ、ビートキャッツのね、応援ソングも流れてますので、はい、まあ、これはね、脱獄できるでしょう。いや可愛いな。ということで、なんかついてきておりますね。はい、最初の方ね、人とちょっとね、距離をね、取らないようにしてるんですけどね、怖いのでね。よし、1個目のナイス、いいね。やっぱりね、このビートキャッツの式になって1個目のスイッチを押しやすいですね。はい、よし頑張っていこうぜ。ふえ、さあここら辺のね、おナイスね、すごい2回連続でスイッチね、引き当てました。やっぱりね、エマちゃんだな。イエーイ、いいね。やっぱこの曲もめちゃくちゃ、あ、待って、なんか仕掛けてるな、あいつな。あいつ敵か、あいつ敵なのか、ちょっと怖いな。警戒しながら行く、どうする、警戒しながら行く、あ、違うか、びっくりした。でもなんかね、これ、このレーザーみたいななんか怖いな。さあ、スイッチをどんどん開けていきたいです。よ、ナイス、5つ目のスイッチ、ナイスです。いやー可愛い。あとどこだ、スイッチ、スイッチというか宝箱。あ、こんなか、焦られてないな。最後のスイッチ押したいよな。頑張っていこうぜ。ビーキャッツ、ビーキャッツ、ビーキャッツ。さあ、残り1つですね。はい、いや、いいね、めちゃんこ可愛いな。むちゃくちゃ可愛いね。うわ、え、なになになに、こいつ敵、え、待って、こいつ敵か、やべ、待って、こいつ敵だわ。え、こいつ敵だよな、今どこ行ったあいつ。いや、つけていこうぜ。さあ、あれ、ないな、ないな、スイッチない。さあ、あと他どこだ。宝箱を探していきたいのですが、さあ、もう一個ある場所が見当たりません。どこら辺だろうな。あ、最後のスイッチ、ナイス、よし、脱獄していこうぜ。さあ、でみんなで脱獄しないと意味ねえからな。ドイツが敵だ、ちょっとあそこら辺打っとくか。さあ、誰が敵かちょっとわかんねえけどな。さあ、脱獄していこうぜ。ナイス、オッケー。こいつちょっと敵っぽいんだな。よーし、オッケー。この時さ、あれなんだよね、ミアチェルシリコレイラエマーっていう歌詞があるんですけど、まあ、そこを覚えるとね、こうみんなのね、名前覚えられるというね。はい、ミアチェルシリコレイラエマー、ビーキャッツ、ビーキャッツ。ということで、はい、今回はこちらのエマちゃんで遊んでみたでした。ぜひぜひ皆さんもね、こちらビートキャッツのスキンが12月の13日まで、結構短いので、まあよかったらぜひぜひ購入してみてください。ということで、はい、ジェキマルでした。ありがとうございます。